真っ暗です。あんまりも真っ暗すぎてダメだったら撮り直します。よかったらこのまま使います。やっとナルディのハンドルが出来上がりました。ナルディクラシックウッドです。ただね、ちょっとホームボタンがないんで新しくちょっと買えないので、1万円ぐらいするので自分でこしらえてみました。 T シャツ上にちょっとお手伝いしていただいてですね、加工して自作でホームボタンをつけました。ホームもちゃんとなります。ニスバッチリ効いてます。もう懐かしもんで、これ当時もんですね。 T シャツ上に、もらいました。由緒正しきハンドルでございます。もう僕らの世代はやっぱナルディったらね、もう男の必須アイテムみたいなところありますから、もうここね、バッチリ自前でニスで仕上げて、決まりました。これで内装ほぼいいんじゃないでしょうか。シフトノブ、シート、ハンドル全部いけたので、大丈夫だと思います。ちなみにちょっとよく見えづらいかもしれませんが、収録用にマイクも、フレキーのマイクもつけました。これでダイモン軍団の加盟は確実ということでね、あとレイバンのサングラスがかければ、完璧じゃないでしょうか。本当真っ暗ですね。一体映ってるんでしょうか。使えなかったら昼間撮り直します。使えたらそのまま使ったと思ってください。いやー寒い。北海道10月1週目入ってきました。だいぶ夜寒いっす。もう外での作業はぼちぼちきつくなってきたので、どうなるんでしょうか。今年何回あと外で作業できるのか分かんないですけども、真っ昼間はいいんですけど、夕方日落ちてくるともう寒いです。今日は風が強かったんでもうすごい寒いです。あとは寒さとの勝負になってきますが、自前の脂肪ミートテックを持ってしてもやっぱり北海道の冬は寒くて結構きついっす。なので、油っこいとこ下回りの作業だとかっていうのはもう今月中に勝負かけないともうちょっとやばいなって感じしてます。動画残るか分かんないですけど、ちょっと次の大きめのプロジェクトがあるので、方向性がちょっと出ると思うんですけども、また決まったらちょっと動画の中でお知らせ速報を入れたいと思います。果たしてうまくいくのか、それともうまくいかないのか。うまくいかなかったらそのまま何もなかったことになってますので、忘れてください。そじゃあ作業の様子です。ご覧ください。どうぞ。
見ていただいた感じで、なんとかナルディクラシックウッドバリッと決まりました。これね、やっぱりもともとつけることが決まってたので、大満足でございます。すごいいいと思いますよ。そういう感じでね、お送りしてきました。最近コメントもちょこちょこいただくようになりました。ありがとうございます。全部読んでます。真摯に受け止めて反省もしておりますね。よかったら、チャンネル登録して、コメント入れてもらったり高評価つけていただくのも、いいかなと思います。励みになりますんで、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。じゃあ失礼いたしました。また次回。